ハンティ人とは、西シベリアにある、オビガワ流域とイルティシュ川東岸側に住む、ウラル系民族。旧称オースチャーク族。人口は3万943人。大半が、ハンティマン市自治管区に在住する。オビガワ付近のテギ村のハンティ人の家族形質的には、モンゴロイドとコーカソイドとの混合型である、ウラル人種に属し、ハップログループ N が高頻度中頻度で見られる。 かつては西方に多く住むマンシニ人と共にオビウゴルと総称され、ハンティ人はオスチャクとして知られていた。自称、ハンティは人の意。ハンティ語はマンシ語と共にオビウゴル諸語に分類され、ハンガリー語とも類縁関係にある。1989年の旧ソ連最後の人口統計では、 ハンティ語の和社は22,521人中13,615人で、母語保存率は60.5%だった。ハンティとマン氏は元来同じ民族であったが、鉄器時代以降紀元1世紀頃に分かれたとされる。古くは、騎馬文化を持っていたようであるが、シベリアの環境への適応から、狩猟、漁猟、トナカイ飼育の生活を導入するようになった。10世紀頃には、 ロシア人との接触をはじめ11世紀までには定期的な交易を行っていた。モンゴル帝国の拡大に伴い満死人と共に服属し西シベリア汗国に含まれた。その後、ロシア帝国のイエルマークの夜、シベリア征服で西シベリア平原がロシア帝国による支配を受けた。ハンティ人はロシア人との同化が マンシニ人と比較すると遅く17世紀以降であったという。52.8%がハンティ・マンシ自治管区に住む。残りの多くはヤマロネ・ネツ自治管区に居住する。フィンウゴル学者の研究により、ハンティ民族としての民族区分が設けられ、ソ連の政策によってハンティの名前を関する行政区分が設置されたことで、ハンティ人は民族として維持されることになった。 ソ連時代の行政区分は、1930年に設置されたオスチャクボグル民族管区、1940年にハンティマンシュ民族管区、1977年にハンティマンシュ自治管区と解消し、1993年にはロシア共和国のチュメニ州の所属から離脱し、ロシア連邦直属の自治管区となった。生活様式は、狩猟、漁猟、 トナカイ飼育が基本で農業は行わなかった。シャーマニズムを信仰し、多くの神々と精霊と交わり、生贄など儀式を行う祭事場には、トーテムの像や心臓を安置し、シャーマンを通じて更新した。墓は、ネネツ人と同様の形式である。基本的に、不景死社会で、同一の継続内での結婚はできなかった。また三つ法で争いを解決した。 ありがとうございます。